どうした？ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラリ、こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さ、今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が待って、もっともっと修行して強くならねば。ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育、わしの言うことを素直に聞いていれば、おいおい実力を。はいはい、話が長いわよ。あのなあ、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはねえじゃ。何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもおじ、こんなに
にプリティーな私と一緒にするなんて。くー、何がプリティーじゃ。まったく口のへなんよ。と、わしらの話はこれくらいにして。あ、そうね。あなたもおじいちゃんの長話に付き合わせ、私が案内してあげるわ。こ、あ、こら、また勝手に話を進めよ。